はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、契約不適合責任の追加請求権、民法562条について解説いたします。で、まず条文の内容、どういった内容かというと、引き渡された目的物の種類だったりとか品質だったり数量について契約の内容に適合しないものである場合、買い主は売り主に対して目的物の収保、代替物の引き渡し、または不足分の引き渡しといった履行の追加を請求することができる、まあ、このように規定されているんですね。で、これ例えばなんですけれども、売買契約をしました。で、売買契約をして売り主が買い主に対して、まあ、買ってもらったものを引き渡すわけですね。で、その引き渡したものの種類だったりとか品質とか数量が契約内容と違うよ、そういった場合に、ここに書いてある1番2番3番のような請求をすることができるよっていう話なんですね。で、まずちょっと種類からいきましょうか。種類って、例えばアサヒビールを引き渡さないといけないにもかかわらず、間違って札幌ビールを引き渡してしまった、そういった場合、これ種類が違いますよね。引き渡された種類、これが契約内容に適合しないものだということです。次に、品質っていうのは、アサヒビールを引き渡したけれども賞味期限切れているとか、まあ、そういった場合ですね。で、数量っていうのは、アサヒビール10本引き渡すって約束したけれども8本しか引き渡していない、そういった場合、数量について契約不適合があったと、まあ、いうことになりますね。で、そういった場合、買い主は売り主に対して、まあ、目的物の収保直してくださいよとか、代替物の引き渡し、代わりのものを引き渡してくださいよとか、不足分を引き渡してくださいよって請求することができると、まあ、いうことです。まあ、今の事例だと、アサヒビール、まあ、賞味期限切れているっていうものに対して収保請求、まあ、これはね、考えにくいですよね。まあ、この場合だと、まあ、代替物の引き渡しですね、賞味期限が切れていないものを引き渡してくださいってなると思います。なので、まあ、目的物の収保って、例えば時計の売買契約をしたと、で、まあ、壊れていない時計を引き渡す、まあ、こういった約束をしたとにもかかわらず買ったものが壊れていたというのであれば、その場合は収保、これ直すっていう意味ですね、時計を直してくださいって請求することができると、まあ、いう話になります。で、履行の追加請求っていうのは、この追加のついて追うですよね、追って、まあ、後でっていう意味ですね。で、鑑定完了の鑑ですよね。後でちゃんと履行を完成してくださいと、ちゃんとしたものを引き渡してくださいというような、まあ、請求なんですよ。だから、目的物ちゃんと直してください、ちゃんとしたものを引き渡してくださいということですよね。あと、代わりのもの、何かものが壊れていた、だから代わりのものを引き渡してくださいとか、あと不足分、10個頼んだにもかかわらず8個しか引き渡してもらってないというのであれば、ちゃんと完璧に履行してほしいですよね。だから残りの2つもちゃんとくださいねって請求することができるという意味で、履行の追加請求、まあ、追加請求権ですね、まあ、こういったものがあります。種類は3つですね。目的物の収保請求、代替物の引き渡し請求、不足分の引き渡し請求、まあ、3つの種類があります。じゃあ、この選択権って誰があるのっていうと、はじめは買い主が選ぶことできるんですね。第一次的には買い主が、これ選択権あります、どれにするか選ぶことができるのはまずは買い主。ただし、売り主が選択できる場合もあるんですね。まずは買い主に選択してもらって、で、ちょっと売り主としては、いやー、それちょっと厳しいなって言った場合、売り主も選ぶことができます。どういった場合に選ぶことができるかっていうと、買い主に不相当な負担がない場合、売り主が選んでいいですよっていう話なんですね。例えば、時計を売った、その売った時計が壊れていたということで、これ直してくださいって修補請求来ました。でも、売り主としては、それ修理するなら、もう新しいもの、壊れていない新しいものを引き渡した方が楽な場合ってありますよね。もう声優に付き換えで、もうこの直すのってもうなかなか難しいと、メーカーに頼まないといけないし、で、そうなってきたら、もう新しいものを引き渡しますよって、こっちの方が売り主としては楽なんですよね。で、この場合、買い主に不相当な負担ってないわけですよね。だから、そういった場合は売り主が選んでいいですよっ
ていう話です。で、続いて、この飼い主が履行の追加請求ができない場合もあるんですよ。それはどういった場合かっていうと、契約不適合が飼い主の責めに帰すべき事由による場合、飼い主の責めに帰すべき事由によるっていうのは、飼い主が原因で契約不適合になっちゃったといった場合です。この場合、この不適合の原因は飼い主にあるわけだから、飼い主は売り主に対してこの履行の追加請求をすることはできませんよっていう話です。飼い主が悪いわけだから、それを売り主に押し付けるってこれできませんよねっていうことで、飼い主の責めに帰すべき事由で契約不適合になったというのであれば、飼い主は売り主に対して履行の追加請求することはできませんよと、まあ、いった内容です。これ求めるがすいません、抜けてました。まあ、以上のような内容です。まあ、内容的にはそれほど難しくないと思います。ある程度具体例考えていただけたら、まあ、当然なのかなと思っていただけると思いますんで、3つですね。大きく分けて3つ。ここをしっかり頭に入れていただければと思います。試験直前の今から、どのようにして、宅建合格まで持っていくのかについて、お話しさせていただきたいと思います。まず、はじめになんですけれども、宅建合格するまでの流れについて、お話しさせていただきます。この流れがね、分かっていないと、どれだけ勉強しても実力が上がりませんので、まずはその流れをですね、頭に入れてください。今からお伝えする流れの中ですごく重要なことがあります。それは順番なんですね。で、この順番間違えてしまうと実力が上がるまでにすごく時間かかってしまいます。なので、注意してください。順番が重要です。では、その順番を一つ一つですね、解説していきます。まず一つ目、考え方を変えるということですね。で、二つ目、勉強の仕方を変える。で、三番目が、たくさん問題を解く。この、三つ、これをしっかり行っていくわけです。で、まず考え方についてなんですけれども、多くの方がですね、たくさん勉強したら合格できる。このように思っているんですね。ただ実際のところ、たくさん勉強しても合格できない場合が非常に多いです。実際のところ3回以上落ち続けている方、数え切れないほどいます。で、この人たちなんですけれども、勉強しなかったから合格できなかったっていうわけじゃないんですね。実際勉強してるんですよ。たくさん勉強しています。1日2時間、半年以上勉強している方もいれば、1日3時間、1年以上勉強している方もいるでしょう。それでも合格できないんです。勉強はしているけれども合格できなかった。つまり何が言いたいかというと、たくさん勉強したから合格できるっていうふうには考えてほしくないんですね。考えてはいけないってことなんです。たくさん勉強しても合格できない場合が十分あり得るよってことなんですね。なので、どのように考えたらいいのかっていうと、合格するためにはまず勉強法を変えないといけない。このように考え直すっていうことがすごく重要なんですね。考え方を変えるということなんです。勉強法を変えようって考え方を変えないといけないんだってことなんです。これが変わったら、あとは意外と早いんですよ。なので、もし今、たくさん勉強したら合格できるって思っていたのであれば、今すぐ考え方を直してください。合格するためには、勉強法を変えないといけないんだっていうふうに、まずここで、考え方を変えましょう。じゃあ、合格するための勉強法って、どんなものなのかっていうところをね、お話しさせていただきます。これは理解できていない部分はちゃんとネットで調べましょうってことなんですね。なんでネットなんですかと。ネットの方が具体例とかも書いていて、わかりやすいんですよ。で、一方、宅建のテキスト。まあ、これはね、市販のものもそうだし、予備校のものもそうです。で、予備校で、教えているような動画もそうですね。形式ばった言葉で、何を言ってんのかわかんないってことが非常に多いんですよ。だから、ネットを使いながら、具体例を頭に入れていくってことが、すごくいいんですよ、という話なんですね。まあ、例えばなんですけども、このような言葉、理解できてますかね。非担保債権というものですね。非担保債権。これも具体例考えたらすごくわかりやすいんですよ。例えば、B さんが A さんにお金を貸したとします。そのことにより、B さんは貸金債権を持ちますね。
で、そもそも債権ってこれ何なのかっていうと、債権っていうものは、相手に何かを請求できる権利を言うんですね。相手に何かを請求できる権利。何々してくださいよってこう請求できることを言うんですよ。で、この貸金債権っていうのは、貸したお金を返してくださいっていう権利なんですね。B さんが A さんに対してお金を貸したわけです。なので、B さんとしては A さんに対して貸したお金を返してくださいよって請求できる権利のことをこれ言うんですね。で、B さんとしてはお金を貸したはいいけれども、帰ってこなかったらこれ困るわけですよ、B さんは。だから、毎日帰ってこなかった時のために A さんが、例えばね、建物を所有してましたとしたら、この建物に抵当権を設定してもらうと。まあ、いうようなことが考えられるんですね。で、一般的に債権者は例えばですよ、銀行って考えてください。で、A さんが、まあ、あなたと考えていただいて、あなたがね、住宅ローン使って建物を購入したり、建物を建てたりするというふうな時を考えていただくとすごくわかりやすいんですけれども、お金を借りて建物を買いました、もしくは建物を建てましたっていった場合は、銀行は必ずこう、抵当権この建物に設定してくるんですよ。で、これなんで建物にね、これ抵当権設定するかっていうと、万一帰ってこなかったら、この建物を競売に出して、つまりオークションに出して、そこで落札された代金からお金を返してもらうっていうふうな方法を取るんですね。つまり、B さんが貸したお金が返ってこなかった時の、保証として、この建物に抵当権を設定してもらうわけなんですよ。で、抵当権者っていうのは、まあ銀行とかね、まあお金を貸した側と考えてください。一方、借りた側の方が、抵当権設定者ですね。まあ、厳密に言ったら、抵当権を設定したこの建物の所有者のことを言うんですけども、まあまあまあ、とりあえず債務者が、抵当権設定者だっていうふうなぐらい、覚えておけばとりあえずは大丈夫でしょう。で、今回、保証っていう言葉を使ったんですけれども、実はここに担保って書いてありますよね。担保っていうのは保証っていう意味なんですよ。だから今回ね、ちょっとわかりやすく保証っていう言葉を使いました。なんで実際、問題文とかで担保としてとかって、問題文出てきたら、あ、これは保証なんだなというふうに置き換えるとね、わかりやすいと思います。で、そもそもこの具体例を出した理由っていうのは、この非担保債権がどういった債権なのかを理解するためなんですね。で、非担保債権っていうのは、この担保っていうのは保証ですよね。で、この非っていうのは、これ、被るっていう感じで、例えばですね、被害者とか被告人とかっていう時にもこの被使うじゃないですか。被害者って考えると害を受けた人のことを被害者ですよね。被告人っていうのは告訴された人、訴えられた人を被告人って言いますよね。つまりこの被っていうのは何かされるっていう意味なんですよ。つまり保証されている債権っていうのが非担保債権なんですね。今回保証されてるのはこれですよね。これ。貸金債権。これを保証してもらうために抵当権を設定したわけですよ。つまり、抵当権によって保証されている債権っていうのが、この非担保債権なんだっていうふうに理解をしましょう。まあ、この具体例をね、頭に入れていただければもうそれで十分です。で、今回の事例については、解説の理解についてお話しさせていただきました。実際、理解学習をする。つまり、合格するための勉強の仕方っていうものは、その他にも、問題文の理解と質問内容の理解があるんですね。つまり全部合わせて3つあるんですよ。問題文の理解、質問内容の理解、先ほどの、この解説の理解、この3つがあるわけなんですね。で、次のね、問題文の理解についてこれちょっとお話しさせていただくと、これどういうことかって言ったら、どのように問題文を読んでいくのかっていうことなんですよ。実際のところ、解説を理解しても、つまり法律が頭に入っていたとしても問題文が理解できなかったら答え導けないんですね。これ気づいてる方実はすごく少ないんですよ。とりあえず法律とかを頭に入れたら、得点できるでしょって思ってると思うんですけども、実際そうじゃないんですね。問題文が分かんなかったら答え導けないんですよ。例えばね、ちょっと簡単な例をお示しします。今日の天気はどうですかって質問されたら、あなたはおそらく空を見るはずです。そしたら答えれますよね。今日曇っていたら今日曇りです。雨が降っていたら雨です。晴れだったら晴れですって答えれるじゃないですか。じゃあですよ、このように質問されたらどうでしょうか。この文字読めますか？ちょっと私も読めないんですけども。これ実は質問されてるんですね。これアラビア語なんです。これどういった意味かっていうと、今日の天気はどうですかっていう意味らしいんですよ。こうやって出てくると、私でも答えられないんですよ。で、実際、宅建試験でも同じことが起きてるんですよ。
後で解説見たら、ああ、勉強した知識だったな、勉強した法律だったな。でも本試験では見たことない問題文で、問題文の意味がわからない。このような失点が積み重なって落ちちゃう方が非常に多いんですね。で、質問内容も、同じです。同じようなことが言えるわけです。つまり何が言いたいかっていうと、勉強の仕方、これがすごく重要だと。で、その勉強の仕方っていうものは、問題文をちゃんと理解する、質問内容をちゃんと理解する、解説を理解する。この三つ、これをちゃんと変えていくことができれば、あなたは合格ができるわけなんですね。つまりこのような勉強の仕方に変えていく必要があるってことなんですよ。で、このような勉強の仕方が身についてきたら、あとはもう勉強量を増やすだけなんですね。つまり考え方を変えて、勉強の仕方を変えて、あとは最後はたくさん問題を解く。この3ステップだけで、宅建合格はできます。重要なことは、はじめにもお伝えしたんですけども、順番です。順番。一番最初に考え方を変える。次に勉強の仕方を変える。で、最後に、たくさん問題を解くと。この順番が重要なんですね。一番が崩れてしまったら、これピラミッドと考えていただいたら分かりやすいんですけども、下が崩れたらもう上も下も全部崩れるわけですよ。で、多くの方がこの上をね、こういきなりやり始めるんですよ。たくさん問題を解いて、とりあえず解くみたいなね。で、それでは合格できないので、まずは考え方を変えましょう。で、おそらくもうこの動画を見ていただいたあなたは考え方を変えるってことはできたはずなんですよ。つまり、単に勉強するだけでは合格するのは難しいんだってことは分かったはずなんです。だから勉強の仕方を変えないといけないな。これも分かったはずなんです。なので、あなたがこれから行っていくことっていうのは、問題文の理解、質問内容の理解、解説の理解、これをこれから行っていけば、今からでも合格することはできます。可能です。まだ間に合います。実際、この勉強法で、3ヶ月でね、15点から38点まで、点数を伸ばして合格していただいた方もいます。たった3ヶ月ですよ。つまり7月時点では過去問とか予想模試とかやっても15点だったんですよ。その受講者さんっていうのは。そこから、いわゆる勉強の仕方を変えることによって38点まで、点数伸ばして去年合格していただきました。また法律知識ゼロ。この方はね、6月からですかね。6月から、勉強を始めて一発合格していただきました。さらには法律知識はゼロ。で、中卒で元とび職の方。で、この方はですね、分数計算できない方ですね。それでも3ヶ月で一発合格。全く勉強したことないところから、7月から勉強を始めて一発合格ですよ。これらの合格者は、弊社レトスの短期集中実力アップ講座を、受講していただいたお客さんです。短期集中実力アップ講座では、勉強の仕方を細かく考えなくても大丈夫なんです。合格できます。単に問題集を解いていただいて、解説を読むだけ。これだけで問題文の理解とか、質問内容の理解とか、解説の理解、これができるようにしています。つまり解説とかに細かくね、この問題文、難しい問題だと、この問題はこうやって読むんですよって書いてあるんですよ。なので問題集を解いていただくだけで、この3つが行えるようになってるんですね。で、さらにですね、今回特典として、勉強の仕方の動画、さらには、計画の立て方の動画、これも無料でプレゼントさせていただきます。もし今年絶対合格したい、そう思っているのであれば、一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう。今年合格するのはあなたです。そして短期集中実力アップ講座のお申し込み方法なんですけれども、この動画の下の概要欄にある短期集中実力アップ講座はこちらというところの下ですね。こちらのリンクをクリックしていただければ、短期講座のお申し込みページになりますので、そちらからお申し込みいただければと思います。まだ今からであっても全然合格できますので、今年絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強して今年の合格目指しましょう。そして、12月に一緒に喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。